YouTube のコメントありがとうございます。こんなにコメントが来ると正直思っておりませんでした。変わったものが好きなんです。あのエビティって、まあ、こんなことをね YouTube を通じて話すのもあれなんですけど、トレーナーもあるし、下のスウェットもあるし、靴下もあるし、全部セットで買いました。あのシリーズ実は餃子もあるし、アボカドもあるし、まだまだ買いたいものもあるので、そのうち着ておりますので、ぜひともその時にはまたコメントをいただければと思っております。ちなみに私エビ大好きなんですけど、エビの属性は九星気学上5行に割り振ると火の作用があるんです。なのでテンションアップだったり恋愛運アップ、まあ、戦闘力アップ、長寿、そして赤くて大きなエビは金運アップの象徴とも言われております。ぜひとも金運上げていきたい方、お揃いであのエビティーを着ましょう。